全国の競馬ファンの皆様、こんにちは。こんにちは。ケンソーチャンネルの絆あかりです。ケンさんです。今回は、放置杯弥生賞、ディープインパクト記念の予想編ですぞ。皐月賞へと続く大事なレースですので、ここは、しっかりと当てたいところですぞ。それでは、予想に入っていきましょう。まずは、過去の結果から傾向を探りますぞ。この表は、過去6年間の連対馬の指数表です。詳しい見方は、概要欄に書いてあります。馬場状態は平均前後が多くなっています。今年は先週が雨の影響で 1.5 秒遅い馬場でした。天気予報では土日は雨が降りませんが、週間に雨が降るので回復したとしても 0.5 秒くらい遅い馬場になると想定しています。ペースは馬場が悪い時を除けばほぼスローで行われています。位置取りは小頭数でスローの流れが多いので、馬場の悪かった年を除けば5番手以内で4コーナーを回った馬が多く連帯しています。連帯馬から多くの G1 ホースが出ているように、毎年レースレベルが高く、追走値と上がり値が75以上の決着が多く、70以上の追走値でも高い上がり値を出している馬から狙ってみたいです。ここからはコース図を見ながら、ミハロンに区切ったペースの流れを見てみましょう。スタート地点は先週の中山記念から 200m 後方、直線の入り口からです。最初のコーナーまで約 400m と十分距離があり、すぐに上りの区間に入るため、天のサンハロンは落ち着きやすくなっています。ここでミハロンに区切ったペースの流れを見てみましょう。前ミハロンは下りながらコーナーを抜け、向こう正面に入る区間。スピードが出やすい形状ですが、大きなタイムの変動はなく、ゴールまで 1200m あるために 12.5 秒前後のラップでゆっくりと進んでいきます。レースが動き出すのはコーナーに入る中ミハロンの区間から。コーナー区間ですが、直線に向けてペースアップしていきます。最後のミハロンはコーナーと 293m の直線区間。ゴール前に急坂がありますが、残り4ハロンから11秒台に突入していた22年を除けば、ここでもタイムが上がっています。皐月賞の前哨戦ということで、折り合い重視の競馬になりやすく、ペースが緩みやすいことが一因だと思います。スローからの3ハロン勝負になりやすく、600m のうち半分以上がスピードの出にくいコーナー区間なので、上がり3ハロンのタイムに大きな差がつきにくくなっています。4コーナーでスムーズに加速できる器用さとトップスピードに乗れる瞬発力が問われるレースとなっています。印発表の前に出走馬の指数表です。指数表は X にも載せてあります。そちらの方が見やすいと思いますので、アカウントをお持ちの方はご利用ください。スマホでご覧の方は一時停止、拡大機能を利用してご覧になってください。今年のメンバーはレベルが高く、過去の連帯馬の平均指数よりも、今年の全体の平均の方が高くなっています。それでは、弥生賞ディープインパクト記念の本命は、ドロバトーレです。今回想定されるペースはスロー。ドロバトーレは同じコースでスローの流れの中、新馬戦から2戦続けて上がり値85前後と高い数値を計測しています。ミハロンの流れも過去の弥生賞と同じパターンでの構想です。75前後の追走値でも高い上がり値を求められる過去の結果とも一致しています。新馬戦はコーナーで加速しポジションを上げ、直線に入った時はトップスピードに上げれていましたし、前走の羽子単勝では4コーナーで前に馬がいて加速しきれていませんでしたが、直線で進路を確保すると一気にスピードを上げる瞬発力も見せてくれました。速いペースになりやすい皐月賞では不安な面がありますが、今回の舞台適性がぴったり合うので本命に指名しました。対抗はダノンエアズロック。スタートがよく、前走の超スローでも折り合えていたように、精神面に問題がなく、前めのポジションから高い上がり値が出せる一頭。ペースはかなり遅かったですが、前走の上がり値は非常に優秀です。中山の経験がなく、ポテンシャルを落とす可能性はありますが、それを差し引いても、ポジショニングと折り合いの良さを評価して対抗としました。買い目は相手が絞れなかったので、ドロバトーレとダノンエアズロックの馬連。3連複は6、9、2等軸で5頭に流しますぞ。ケンさんは何を買うんですか？っていうか今日近いですぞ。ドロバトーレ本命です。ドロバトーレの単勝買います。あかりと本命一緒だけど単勝だけですか？そうです、自信あります。5倍つけば嬉しいです。強いメンバーが集まってますけど勝ちきれますかね？必ず勝ちます。うわー、大きすぎますぞ。自信があるのはいいですが驚かさないでくださいよ。はい、ごめんなさい。もうどんな体してるんですか？チャンネル登録、グッドボタンお願いします。というわけで、今回の予想は以上です。いかがだったでしょうか？来週は、金庫賞とフィリーズレビューを予想します。回顧動画も含めて、楽しみにお待ちください。最後までご視聴、ありがとうございました。それでは、次の動画で会いましょう。いい日曜日を。バイバイ。